はい、皆さんこんにちは、私はレック専任講師弁理士の西田です。さて、今年度の弁理士試験延期になってしまいましたね。で、そんな中で皆さんもモチベーションの維持が難しいことと思います。そこでですね、レックではこの期間を利用して短期間のゼミを開講することになりました。私西田のクラスも開講しますので、今日はですね、西田クラスの学習方針を皆さんにご紹介いたします。私のクラスではですね、毎年方針はいつも同じなんですけれども、私のクラスでは3つの方針を立てております。で、その3つの方針の1つ目はですね、学習計画を立てること。で、2つ目は、問題文の題を把握すること、問題文の読み方をですね、学ぶということになります。で、3つ目は、基本知識とあと論文の書き方を身につけるということをやります。この3つの学習方針で、ゼミを進めております。さて、じゃあその3つの内容をもう少し詳しく皆さんにご紹介します。まずですね、学習計画を立てるということなんですけれども、これはですね、まあ、皆さんもご存知のようにですね、何かを成し遂げるためには計画を立てることが非常に重要になってきます。まあ、もちろんね、計画というものはちょっとずれることはあるかもしれませんけれども、やはり計画を立てることによって、ある程度目標の期限までにね、目的を達成するということが可能性が高まりますので、計画が非常に重要です。ですので、学習計画を皆さんに提示するということを私はまず第一に意識しております。で、学習計画はですね、長期間の場合は、例えば年間計画とか、もう少ししたら、まあ、季節ごととかあと月ごとという学習計画を皆さんにご紹介しておりまして、それに従って学習を進めていただくということになります。で、今回はですね、少し短期間ですので、月ごともそうなんですけれども、月ごともご紹介いたしますが、もう少し短めのスパンで、週単位ですとか、もしかしたら、日ごとのスケジュールを皆様にご提示したいなと思っております。で、特にですね、ゼミはですね、だいたい1週間に1回ずつ行いますので、その次のゼミまでにこれだけやってきてくださいと、最低限これだけやりましょうと、ということを皆さんに宿題のような形でご紹介いたします。で、まあ、最低限それはやっていただくと、まあ、それによって学習のリズムを作ったりですとか、モチベーションを維持するということを、狙いとしております。で、2つ目にですね、問題文の読み方ですね。このゼミはですね、基本的に論文式試験対策を主軸としておりますので、まあ、論文の、試験に対応する力をつけるということを考えておりますけれども、まあ、その際に、まあ、受けたことある人は皆さんお分かりだと思いますけれども、論文式試験で難しいのはやはり問題文の題を読み取るということですね。ここはなかなか難しいところかなと思っております。で、そこでですね、私は考えているのは、まあ、問題文はもちろん日本語で書いておりますけれども、そこの日本語から何を聞いているのかというところをさらに読解するという意味で、日本語である質問文の和文をさらに分かりやすい、自分が分かりやすい日本語に訳すという和訳をするという意味で、私は、まあ、和文和訳と自分の中で言ってるんですけども、ね、和文和訳のテクニックを皆様にご紹介伝授したいなと思っております。さあ、それではですね、3つ目です。で、3つ目はですね、基礎知識と、答案の書き方を身につけるということなんですけども、ここがですね、最終的に実際皆さんがゼミを受けて
修了した時点で習得していただきたい一番のポイントです。でやはりですね、論文式試験では何を求められているかというと、答案用紙に聞かれたことに対する答えを書いて、それを試験委員に採点してもらいますよね。採点してもらって、そこで合格点を取らなければいけないということは、どういうことかというと、書いた答えに対して点数をもらって、それで評価してもらう、合格か不合格かを評価してもらうということをしてもらわなきゃいけない。ですからやっぱりアウトプットの力を最終的には身につけなければいけませんよね。ですので私はそこを最終的にはですね、合格点を取れるような答案を書ける、短期間ですので、この期間だけで全部身につけられるかどうか分かりませんが、この期間で学習することによって、まずは実力をアップさせる、でさらにはその実力アップしたところから、まだまだ合格に到達していなかったとしたら、それ以降も同じようなことを続けていけば必ず合格につながるといったような力を身につけていただきたいなと思っております。でそのためにはですね、やっぱり合格点を取るためには、まずは、この試験は法律の試験、もう少し言ってしまうと条文の試験ですね、メインは。でそのあたりは条文の基本的な知識はやはり身につけなければいけませんので、ここは抑えましょうよと、ここだけはまず基本的なところはインプットしましょうよと、というところはお伝えします。まずはそこを基盤として、でそれを基盤とした上で、さらに論文式試験で合格するために必要なのは論文の書き方です。でなので書き方を重視していまして、私は特にですね、講義中では書き方を身につけてくださいというのはすごく強調します。ただここで勘違いしてほしくないのは、私は書き方だけ身につければいいということを言っているわけではないです。でもですね、書き方を身につけることによって何がいいかっていうと、まずもちろん見やすくすることも考えておりますので、試験委員に自分が伝えたいことを伝えやすくする、相手も読む側もですね、あ、なるほど、こういうことを書いてあるのか、それは私が聞きたいことだなと思っていただければね、合格にすごい近づきますので、それを狙っています。ですので、分かりやすく見やすく書くということをまずは狙いとしています。でもう一つですね、ここはすごい秘訣の一つとしているんですけども、やはりですね、豊富な知識があれば、もちろんどんなことを聞かれても何でも答えられる力を持っていれば、多少書き方が良くなくてももちろん合格点ってつくと思うんです。でもなかなかそこまで勉強するってすごい大変だと思うんですね。時間もね、日数もかかると思いますけど、ある程度の皆さんね、時間少ない時間の中で、限られた時間の中でなんとかやりくりして勉強して、なんとか合格点を取るというところでは、やはり要領よくというか、うまく点数を取るというやり方も身につけなければいけないかなと思っております。でそこでですね、必要になってくるのは、基本的な知識は必ずやっぱり身につけておいて、そしてさらに豊富な知識が例えばなかったとしても、しっかりした基本知識を身につけた上で、それをうまく表現すると、それによってある程度、あ、この人分かってるな、合格点つけてもいいかなっていう評価をいただくように持っていくっていうのを狙いとしております。ですので、私のゼミではですね、書き方非常に重要視しております、今まで受けていただいた方もですね、ここで、私のクラスで学んで書き方を身につけてよかったと言っていただける方もいらっしゃいますので、私はそこをですね、またこれからの受講生の方々にもですね、ご提示して、ぜひ皆さんがうまく効率よく合格点を取れるようになってほしいなと思っております。ですので、私のクラスでは特に書き方を
身につけてほしいので、そこを伝授しようと思っております。この3つのですね、以上の3つなんですけども、もう一度確認しますと、私のクラスでは学習計画を立てると、まずはで、その後はですね、問題文の読み方を身につけると、そして最終的には基礎知識と、あとは論文の書き方を身につけると、これを主眼として、行っていきますので、皆さんぜひね、そこを身につけて一緒にやっていきたいと思っていただければ、ぜひ私のクラスで、また今年の、合格を目指しましょう。はい、それではですね、モチベーション維持難しいかもしれませんが、延期されたということでね、ここはチャンスと捉えてください、ね、このチャンスを生かして絶対に今年合格しましょう。はい、じゃあ以上で私のクラスの紹介を終わります。ありがとうございました。